頑張るよ。古代樹の探索で古代樹のとりあえず行ってみるしかない。ここはストーリーを古代樹ので 1試合できればいいな。デッドバイワーチを入れて1試合やって、古代樹のストーリー倒せると思う。サブアルファとベータがついてエアジメあるな。キノパルドは、アッシュじゃない場合の、音信か、音信か、キノパルドの方がいいのかな。わかんない。あれほどの力を持つ古竜が来ているなら、生態系に何らかの異変が確認できるはず。例えば未発見のモンスターが騒ぎ出すとか。と、古代樹の森を探索するって書いてある。探索はいいけど、ここはあのステージでなんか、目印になるものとかはあるわけじゃん。これ。イベルカーナの痕跡です。周辺を調べてみましょう。イベルカーナの痕跡です。周辺を調べてみましょう。イベルカーナの痕跡は今どこにあるの？ん？待ってください。ここ。この痕跡は。ここ。で、これ多分。森の部族の痕跡だぜ。笑うんだけど、森の部族の痕跡どうすんの？ベルカーナの痕跡だよね、これ多分絶対。森の部族なんかどうでもよくて、ってか、イベルカーナの痕跡でイベルカーナ出てこねえから、イベルカーナってわかんねえけど、森の部族じゃないよね、これ。この痕跡、ひょっとして、ひょっとするかも。あ、受付所についてこいって行けってこと？これ。忘れたわ、この細かいところは。あとさ、食べ物食べてないぞ、これ。あれが来るのに出くわしたらやべえぞ。広く知られた、あのモンスターの痕跡。ちょっと待って。さあ、お前にやばいかもしれん。モンスターの痕跡の前に、あのモンスター、まあ、あのモンスターの前に、撤退する？あのモンスター戦う前に撤退する。食べてから行こう。あのモンスター、誰が来るな。キノパルドも、森。忘れたわ。パルドどこだったっけ？アッシュはなんか、地下だった気がする。アッシュは地下だった。森？あれが来るのは森っぽいんだよ。これ。でもね、おい。でも森はね、頑張って作りすぎて、わかんない。スベムシがないと結構、アバウトにわかるんだけど、細かく。古代竜人の足跡もありますね。近くに古代竜人がいるのかな。あれ
鳥の部族じゃなくて。お題に。北国なんかって言ったよね。北国。あそこに古代竜人が。でもよく古代竜人の言葉わかるよね。何かが活動を始めた？これから始まる大きなうねり。私たちは今、その端っこに立っているのかも。空気がピリピリしますね。あれ？スタミナしかつかない。スタミナしかつかない。もしかして、森なんだよ。こちらでの発見例は未だないモンスターです。アステラに戻って報告しましょう。取ったら一旦戻るんだ。戦うのかと。やっぱり2つのモンスターが一気には出ないんだよ。なるほど。古代樹の森に
イベルカーナのものらしき痕跡があったと。そして新大陸では未発見だった人竜ナルガクルガの出現か。そして先ほど大蟻塚の荒れ地を調査していた者たちより残留ディノバルドを確認したとの報告もあった。お前はこの状況をどう見る？俺？そうだな、渡りの古竜が来ると生態系が急激に変化するだろう。それと同じで急激に起こった外的要因が今回の変化をもたらしているんじゃないかと思う。だからナルガクルガやディノバルドが暴れ出したんじゃないかな。編纂者、君は？私も先輩と同意見です。今後も未確認だったモンスターの発見が相次ぐんじゃないかと。ともども良い目だな。ではこれより活発化したモンスターの把握とイベルカーナの痕跡探しを行う。ご機団はナルガクルガとディノバルドの調査を頼む。ナルガクルガとディノバルドの調査、イベルカーナの痕跡も集めましょう。まずいですね。頭回んねえから多分いいし。あ、違った。マジでな。でもこれ多分、ああ、まあ上行くか。いや、あれやってる間に食取りに行くか。って言って、多分時間かかるかな。この間に。でもいい。とりあえず、あれが来るかからいい。ナルガもバルドもまあ装備を倒せれば。戦わない。ああ、モンハンは別に。え？あ、ここの調子。これはすごい！あれ？おお！これ、一言しか言わないの？これ。
マジでことしか言わないの。どうも。はい。ナルガクルガの調査は新大陸初。これはまたとない機会です。ナルガクルガ、どこにある？これはあれが使えればいいけど、単語のどこしか使えない。イベルカーナの痕跡です。イベルカーナの痕跡、イベルカーナの痕跡探しも感じる。これもしかしてナルガクルガどこだったっけ。忘れだけど、まあどっか行けば会える。絶対忘れたもん。なるほど。あれ、あんちゃん、覚えにくいよね。今やっても、全盛期やってても、あの、わかんない部分、わかんない。全盛期やっていてもわかんない。すごいのは、すごいのは全盛期やっていったらわかんないんだけど。わかる部分わかるけど、わかんない部分わかんない。わかるちゃんと完璧にやっているかって言うと、なんか
やべえ、知らないうちに見た。だけど、どんどん。思ったらよく見たらな、これ使えるんじゃん。使えちゃねえか。こうというのが何つうんだろう。何つうんだろう。って。体力の方位じゃなくて、あーもったいない、もったいない、やっぱ8、まあいい感じで進んでるわ、いい感じよ。感じはいい感じです。あんまり本当に取れる。ああ。さあ、どうに。食らわないで、なんとか。あれが来るのは本当何考えてたっていうぐらい。ギャルとか
体力を回復すると遠投で今あった瞬間にあのいなくなるっていうチェンジを取るんです。止めれねえんだよな。止めれない。はい、使用時間短いからいいよ。赤いのから青い装備になったからね。同時に企画を作れる体制ってあるよね。体制ベッドでしょ。私は温存していただきます。
早いですね。多分さ、冬この方になると思う。まあ、バルダまでは。いやー、でもあの乗り物使えればな。この辺の顔を取らなくちゃ。あの、森はね、すごい完成度が高すぎて、誘拐を何回もするっていう点ではね、抑えていいけど、完成度が高すぎるくらい高い。すごい力入れてる。マップというよりも、さっきやればすぐ。一回しなきゃいけない。完全にわかんねえが。だけど話。よかったわ。で、確か飛べるとこだったな。あったもん。わからん。買ってもらったもん。なんか。一人でやるもん。終わってる昔のゲームだし。ああ、おいやもう疲れるよね。
なんだよ、アンジャラフ。え、どういう感じか別に使ってない。いや、でも使ってたね。あ、こう進化にまったりね。プリモンハン。あんまりいい時間。比べてみる？大丈夫だからね。まあ。人狼も長時間やるものじゃないし。よし。そうだよ。お母さん、宇宙警官の体験ってさ、百人数だったよね、それよ。体験って特訓というかさ、今度聞いてて忘れたわ。イルンブレイズの方がいいのかな。この、ドクラか、ナルガクルマの、ナルガの体験の方が良くね、これ。ナルガの体験の方が良いよね。イルンブレイズの方が、あった。イルンブレイズ、ナルガの体験ってあったよね。ナルガの体験の方が良いような気がする。イドゥンブレイズは、まあ、どっか探せばあるはず。はい、どこにあんの？クロスの下あたりクロスプレートとかのあたり。残る調査もあと少しですね。イベルカーナの痕跡も見つかるでしょうか。報告できる調査内容。